近代化された試合風景。レスリングシューズを履いている。大衆中国式、手ジャオとは、中国漢族の伝統武術、格闘技。また、それを元にしたスポーツ。互いに組み合い、投げ技で勝敗を競う。ただし現在の中華人民共和国で単に、というとレスリング、または類似の格闘技全般を表し、漢族の伝統的格闘技は、 中国式として区別される。本校ではこの伝統的格闘技について、シュアイジャオとして記述する。シュアイジャオは中国でも最も長い歴史を持つ格闘技であり、漢書にはて今しめと記述されている。後に時代によって、確定、確定儀、確定、相撲、相撲、角と表現が変わる。宋の時代には、宋香と呼ばれる。960年に、 月つゆ子が表した、スモーキが、主愛者王に関して、体系的に記された、最初の書物とされている。その後、中国の王朝交代に伴い、モンゴル族や満州族の格闘技を吸収し、影響を受けてきた。北京の北平主愛者王、河北省補定の補ア主愛者王、天津周辺の天津主愛者王がある。近代に入って、1953年代1回の、 中華人民共和国少数民族運動会において正式種目となる。1956年と1957年、中国スポーツ委員会は試合ルールの制定と競技者の体重による階級制を導入し近代スポーツとしてスタートした。現在では全国体育大会農民運動会の正式種目にもなっている。 現在のルールでは競技者は体重により10階級に分けられており、1ラウンド3分間の試合を1分間のインターバルを挟んで3ラウンド行う。試合は8メートル四方のマットで行われる。日本の相撲とはその表記も含めて関連が指摘されている。しかしながら長い歴史の中で異なる点も当然多い。日本の相撲は江戸時代に独自の発展を遂げ、 取り組みを行うための土俵ができたが、シュワイジャオには、モンゴル相撲のように屋外の地面や石畳で試合を、しており、土俵に相当する者は、新潮の県流年間に、敷物の上で相撲を取るまで登場しなかった。また、相撲が回し一つの裸体格闘技であるのに対し、着衣格闘技である。組技が前提であるものの、突き蹴りなどで攻撃してくる相手を投げる技が豊富に、 あるなど、むしろ充実などに近い武術としての面はある。また、ズルハネや、グシティのように身近な道具を使ったトレーニングが豊富に、ある点も特徴的である。ありがとうございます。